はい、こんばんは。こんばんは。はい、カモンマテリアル。はい、マテリアルの坂上五郎です。カムイの日浦です。よろしくお願いします。はい。今日はちょっとなんかあれですね。カラフルです、ね。なんか こんな感じですよね。めっちゃカラフル、ね。こんな感じですよ、ね。なんかこんな感じ。こんな感じですよ。なんか。鉄アンド懐かしいですね。鉄&トーンみたいな感じ。嘘懐かしいじゃないですか。なんかいやいや、まあ、たまたまですけどね、はい、全然別に合わせてこないかったわけじゃないですけど、これ今日実はですね、この T シャツ、これね、はいはいはい、皆さん見えるかどうかあれなんですけど、こういう感じの T シャツなんですけど、はい、これ何かと言いますとですね、私 の高校の、はいはいはい、僕は名門山本高校っていうところに通ってたんですけど、はい、これ先輩から名門つけろ言われて、つけなあかんのでつけてるんですけど、はい、そこの高校の 6年下かな。結構したんですけど、はいはいはい、の、田辺君っていう人がいまして、はい、その彼がこのデスメタルチャイナっていう、中国 の、はい、メタルのバンド、メタルバンド、うん、なんとね496バンドを紹介してるという、もうとんでもない、こんな分厚い本です。それ一つ一つのバンドを、いやもうすごいっすよ、すごいっすよ、すごい情報量、ものすごい情報、俺全部読めるかなってちょっとドキドキするんですけど、多分読まへんと思うんですけどね。で、いやそれはあれやけど、部下みたいな感じで、そうそう、でそれのね、まあ、PR で作らはった T シャツを買わせていただいて、はい、着ているということなんですよ。まあいろんな各種その書店でも販売してますし、当然アマゾンでも販売してますので、はい、これがですね2500円です。2500円、はい、この分厚さで2500円、安くないですか。安いです。すごい、結構な年数かかったんちゃいます、ね。いやこれね、約4年ぐらいかかったそうですね。はい、何度も挫折そうになりながら、はい、頑張って描いたそうです。すごいな、はい、ぜひ皆さん、こちら書店もしくはアマゾンの方で、はい、お買い上げいただければと、思います、はいはい、お願いします。でこのメタルですよ、はいはいはい、メタルですよ、メタル、はい、でこの、カモンマテリアルで、はい、メタルといえば、おお、もしかして、ね、確かドイツに行ってたはずなんですけど、そうですね、ドイツ、ドイツに行ってたはずなんですけど、今どこにいるのかなっていうとこからになるかなと思うんですけどね、はい、とりあえず早速呼んでみたいと思います。はい、はい、それでは西郷さん、こんにちは。はい、どうも。はい、今ね、リアルに言うと今ここ日本で、7時ぐらいなんですけど、そちら今何時ぐらいですか。お昼過ぎ。お昼過ぎ、はい、はい、いい感じのアバウトな回答でちょうどいい感じですね。はい、そう、お昼過ぎぐらいですね。はい、はい、ちなみに今どこにいらっしゃるんでしょうか。今オランダで。オランダ来ました、ネーデルランド。はい、はい、なんでオランダにおんの。いや、だからちょっと写真撮影を、はいはいはい、このアルバムを出すね。ああ。で、これもちょっとこの間やって、アルバム終わって、はい、イタリアでやったんですよね。それをイタリアでやって、で、それが終わって、今度ちょっとアーティスト写真みたいなのを撮って、こう、ブックレットとか準備してたんですけど、それで、まあ、普段やったら日本におるときは、大体あそこ行こうとかあるんですけど、ヨーロッパやし、誰も全然分からんし、かといってその辺の普通のなんか、パスポート写真撮ってるところがうまくいかない。なんかそう、アーティスト写真とか撮り慣れてる人、知り合いいる人、紹介してくださいみたいな、呼びかけたら、オランダにそういう人がいるよ、紹介されて、で、まあ、オランダ相当多くもないし、来ました。そうなんですよね、なんか感覚で言うと、なんか、もうドイツからオランダって別にそんな大して遠い感覚じゃないですよね。だから大阪から京都行くみたいな。ねえねえ、なんかそんな感じなんですよね。新快速ちょっと乗ったら30分ぐらいで行くでみたいなもん。まあ実際はそんなことはないんやろうけど。だから、ね、まあオランダやったら昔住ん乗ったから、友達とかも結構褒めてくれたりするし。はいはい。今友達の部屋、友達の部屋。今友達の部屋で、友達の家最初すぐ帰るつもりやってんけど、なんか愛されてるから友達に。友達がもうずっとおってええでって言われて、でも村に帰ると何もないから、まあちょっともうしばらくおろっかな。なるほど、そうなんや。そうなんや、そうなんや。
そうそう、前回もね、あの、滞在してたとかドイツの村ってことで、もう村でしたね。もう相当もうなんか村っていうことで、はいはいはい、とかも今特にコロナやからね、はい、余計でその自分の部屋から出てる環境がない、うんうんうん、カフェとかもあんまりないし。なるほど、うんうん、今ちなみにそのオランダはそのなんていうの、外出るとか出た時とかってどんな感じなんですか。日本やったらみんな基本的にはマスクしてみたいな感じなんですけど、でもなんかオランダの人緩いから、うん、なんかね、私ここ来る前に、うん、今オランダ危険な状態にあるっていうのを聞いて、うん、で特にオランダに住んでる日本の人とかが、うん、今やばいの方がいいですとか、うん、言われて、じゃあなんか今ドイツ政府とベルギー政府、うん、もうあまりにあの必要のない用事でオランダには行くなみたいな言ってるとか、そうなんや、スライスやでみたいな、もう情報結構入ってきて、日本経由で、はいはいはい、日本経由なんやそう、そんなに思って、うん、でオランダの友達、オランダ人の友達がいっぱいいるから、うん、に聞いたらオランダ人も、え、別に普通やでって言っててでオランダに住んでる日本人の人は危険やからは思う、うん、それも悪いとは思えないけど、僕は担当その方がいいんだろうけど、なんか日差しぶりに来たらお茶でもしませんかって言ったら、なんか、いやいや今こんな状況やから会わん方がいいと思うって言われて、うん、まあ確かにこうかなと思って、そしたらオランダの人だから見てて誰も気にしてない、はあの日本人じゃない人が来たら何も出てくるって、へえ、昨日もなんかパーティーに誘われて、それええんかなと思ってちょっとそれはちょっとやめとこうと思って、うん、だけどなんやろ、さすがに電車の中はマスクしなあかんから、うん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 、電車降りたらなんか誰も知らない、へえ、そんな感じなんや、何もない、何も変わりない、うん、ただドイツとかイタリアとかは一応店入るときとかも見ない、知ってたよ、うんうんうん、あのそのほら国移動の時にさ、国移動の時にさ、国を移動するときね、例えば日本だったら外国から海外から日本に入ってきたら、あの僕の友達も一人、あのシンガポールから帰ってきた人いるんですけど、うん、はい、2週間やっぱ関空で缶詰やったって言っててんけど、そっちはそういうのはないの、うん、もう全然普通にっていうか、まあ、今コロナが一番ひどかった時はもしかしたらあかんかったんやろうけど、うん、まあ、基本的に大阪から京都行くのと一緒やからね。歩いてでも行けるでしょ。おお。いや、なるほど。そんなん全部管理できる。うん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 。へえ。だから、ここまでで歩いて国境を渡れるわけやから。おお。まあ、だから EU 圏は。京都へ行く人を全員チェックしろって言っても無理やんか。うん。だから EU 圏はそういう、なんか、自由に動けるんですよね、人も物も。だから例えば飛行機で仮に入ったらそれは、あの、でも大して言うほどチェックはされへんと思うけど、そんな可能でしていくことは、日本だから絶対飛行機で入ってくるか船で入ってくる、まあまあそうだね、うん、歩いて日本に入ってくる人はいない、ね、でも歩いてさ、例えばその川渡って向こうがあのオランダやとかドイツやとしてさ、それってなんか税関も何もないの、ないよ。おお、すげえ。そんな感じなんだ。いやだから本番に京都行くみたいな。そんな感じだよ。もう全然なんか日本にずっといるとなんかカルチャーショックやもん。だから、うん、なんかそんなんやね。スイスだけ。パスポートチェックとかもないんでしょ、ならない、ない、だっていちいち隣のだって歩いて。なんか全部ありそうなイメージありますね。ねえねえ、うん、え、ないんや、普通に行ける。EU ってそこまで自由なんや。多分あの、なんやろう、虫の記憶では、うん、飛行機でもチェックされる時あるね。うん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 。え、イタリアまでは結局何で行ったの？イタリア行った時は飛行機で行った。うん、飛行機めっちゃ安いの、20ユーロを見つけて。20ユーロってなんぼ、2000円ぐらい？2500円ぐらい。2500円ぐらいね。めちゃくちゃ安いやん。LCC みたいですね。ここはなんか電車で行くより絶対ええわと思って。うんうん。
まあまあ生きてるということは落ちひんかったよな。帰りも帰りはさすがに20ユーロなかったけど、100ちょいやったよ。だから新幹線でほら、はい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 、はい、へえ、そんな感じなんや。え、でその飛行機の時にも別に特にそのパスポートチェックとかあるわけでもなく、今回はでもイタリアやったし、コロナのことがあったから、なんかそのホームみたいな、はい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 、一応ね、チェックっていうかね、名前とどっから来て何しに行くんかとか、なんかそういう新なんかね、はいはい、申告不要みたいな、はいはい、で、まあ、何かがあったらここに連絡するっていう、その身元の、はいはいはい、みたいな契約書的なやつはみんな書かないんだけど、だから出てきたんだけど、けど自分さ、あの何かがあった時に連絡する先ってどこにしてんの？え、だから今のドイツの。あ、そうそう、借りてるもんね、うん、まあ、最悪なんか電話番号とメールアドレスがあればいいですよとか言うか。ああ、なるほどなるほど、うん、まあ、そこまでうるさないって感じ。そこまでなんかうるさはなかった。うーん、そうなんや。へえ。イタリアはなんか何やろ、そのレストランにしろ、バス乗る時にしろ、ホテルとか、まあ、なんかサービス業全般、になんかその変な機械持ってはってみんな、でなんかあの脳みそが頭の左ぐらいのでくっつけへんねんけど、なんか変な光線みたいな機械それあれやろ、あの体温計やろ。そう、それ今日本でも日本当たり前で、もうそんなの このお店にもあるよ。それをみんなやってる、ピコーンって。イタリアはあのご飯食べに行く、これやろこれやろこれやろ。あ、そうそう、それですね。やっといたろ今。ピコーンってされて、そうそう、バス乗る人も、ね、なんかバスのドライバーにピコーンってされるのか、こんな感じね、こんな感じね。そうそうそう、やるんですね、はい、ピッって。これ世界で売れられてるのね。を思うと、なんやこのオランダの無防備感。ああ、オランダそんなんないんや。いや、だってマスクもしへんし。まあ、そうやろな。そうやろな。そうか。でも、もともとそういう人たちやね、この人たち。まあ、お国柄的にね、オランダって結構ね。白黒はっきりさせるの無理やん、みたいな国民性なの。オランダね。だから、こう、ちょっとぐらいなんか おかしいことあるの、普通やん、みたいな。なんかこう、なんて言ったらいいかな、ほら、麻薬とかでもさ、他の国ってずるいやん、ここまでは OK。 そうね、オランダだいぶ緩いもんね。緩いやん、いろいろ。それはなんかこう、オランダ人的な発想としては、その全部をダメって、なんかはっきり禁止とか、はっきり全て抑え込もうとしたら、逆に闇で広まるとか、いろんな。はい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 。だから公で管理した方がいいって話ね。そう、あんまり極端に走らずに、その、程よく OK にしといて、それを程よく管理しとこうみたいな、その方が、あの長い目で見たらうまくいくんだよみたいなものが、なんか社会にあるのよ、空気が。はいはいはい。そのシャットアウトとか、これ以上はダメ、ガシーンってせずに、程よくなんかこうファジーな、なんていうかな、グレーゾーンみたいなところをうまいことやっとけば、ええやっていうのが、別にコロナじゃなくても。いろんなことがそうやから、ここの国に。なんかあまり取り乱さへんというかな、何ていうかな。なんかドイツもよくもあるけど、なんか日本的やなと思うのは、急に日本なんか特に座るけど、みんながこっち行った思ったら、突然なんかボーってみんなで知らないで。確かに。確かに。はいはい。世論の正しいっていう方向に、突然なんか、ボーっていくし、なんかドイツも若干そういう気がするわけですよ。特番やなって思うときがあるねん、何やねん。これあかんってなったら、突然全部バーンってなんかこう禁止しだしたりとか、えっていうとなるもん、ドイツとかも。なるほど。だけどそれも、なんかオランダの人とかはなんか、もっとなんか、まあまあまあみたいなやつも。でもなんか今回のなんか、その焦ってる人全然会えへんねんか。今、やばいって、すごい言ってる人、みんな日本人やねんか。
いや日本人が言ってるってことは本当はやばいんかもね。いやだからほんまはやばいんやろかなって。誰一人やばい感じていけないから、なんか、まあ、あなた感覚日本人じゃなくてあの外国人の感覚やからな。ここでやばそうな感覚で生活してる人にもあっていいから、うんうんうん、なんか、なんやろ、え？でも面白いね、俺なんか、まあ、全く動くっていうわけではなく、一応あの、なんやろ、店入るときはカゴ持ってねとか、それぐらいは決まりはある。はいはいはい、カゴの数で多分ある。はいはいはい、あんまり人が店に入りすぎないように一応計算してるのかなって思うんやけど。はいはいはい、なるほど。基本みたいだな、ドイツとかだってこう決まり事をさ、ルールを作ると、うん、みんな一応ってルールを守んねやから、うんうん、日本人以上に守る印象なの、私は。ああ、そうなんや。どうですかね。大阪人やからそう思うかもしれんけど。なるほど。まあ、東京行ったらね、みんなにルール守ってる感じで思うから、大阪人やから思うかもしれんけど、おうおうおう、なんか大阪人に比べて、あれだいドイツとかのさ、なんかルールとかみんなすごい守ってて、うん、それがなんか行き過ぎて、たまにこう、うん、その時の状況としてルールはルールやけど、はい、ええやんって言う時あるやん、お前が言えへんけど、はい、まあ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 、まあ、例えばここは歩行者道路ですよって言ってる場所が、うん、例えば突然大雪が降って全部埋もうとったらそこを歩けるわけはないやん。はいはいはい、例えばそこが歩行者道路で、うん、そこが自転車道路やったとしても、うん、状況的に自転車道路を歩くしかないやん、うん、でもそれに対してなんかうちの典型的なドイツ人のイメージはここは自転車道路ですって怒ってくるみたいな感じ。はあ、絶対日本人も怒ってくるんだよ。絶対日本人も怒ってくるんだよ。そうや、状況見えやみたいな。そう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 、わかるわかる、分かる分かる。いや守りたいのは山々やけど、こんな状況でどうやって守れんって分かる分かる。そこを、それを守ったらオランダ人ってルールはルールみたいな感じで仲間に取れるけど、だから一応なんかルールあんねんけど、あんまりなんか適当みたいな。なるほど。もうね、番組的には時間なんでそろそろ切らないといけないんですけど。なんで早っ。めっちゃ早いよね。まあまあ、とりあえずその、まあ、そのヨーロッパの状況をね、今回聞かせてもらったんですけど、次回は、がっつりアルバムについてですね。はい、はい、怒られてる俺。やばいやばい、怒られてる怒られてる。はい、アルバムについてお聞きしたいと思いますので、とりあえず、今週はこんな感じで終わらせていただきたいと思います。後で怒って、後で怒って。はい、ということで、最後さん、今週はどうもありがとうございました。また来週よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。はい、またね、エンディングでちょっと出てきてもらいますけど、ね、はい。はい、それじゃあ行きましょう。あゆさーん。はーい。はい。失礼します。はい。はい。モテンポからの情報です。はい、はい、はい、明日10月10日がいつか見た映画の回となっております。お、明日か。お、明日です。はい、明日です。はい、で、いつか見た映画の回、タイトルは、はい、テーマは、はい、超高速参勤交代をテーマに喋ろうと思っておりますので、はい、ぜひぜひお越しください。はい、はい、で、参加費は1000円プラスドリンクのオーダー制で、はい、定食付きとなっておりますので、はい、どうぞお越しください。はい、その次が12日が、チームラッシュがございます。はい、走るイベントとなっております。はい、走ってます。はい、参加費無料となっておりますので、ぜひぜひお越しください。その次が何かやろうよ大人の放課後、語ってます。語ります。はい、語るイベントとなっておりますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。こちらの方も参加費無料となっております。はい、で、今月から始まりました自主映画の上映会ですね。はい、はい、がございます。10月16日の金曜日と17日土曜日が、はい、上野雄二監督の「はい、栄転です」を上映いたします。はい、はい、栄転ですがタイトルね。はい、栄転ですがタイトルです。はい、福岡インディペンデント映画祭の、長編部門の最優秀賞を受賞した作品となっておりますので、はい、ぜひぜひご覧ください。はい、参加費が、鑑賞料が800円プラスドリンクのオーダー制となっております。はい、ですね。
はい、次が、舞台演劇の映像上映会となっております。10月の18日日曜日が、その日になっておりまして、演劇派カラーズの上映となっております。はい、ミラージュとフーの上映会となっておりますので、ぜひぜひお越しください。はい、1作品見るに800円プラスドリンクのオーダー制で、1作品で、1500円のドリンクのオーダー制、3作品、3つとも見る場合、2000円プラスドリンクのオーダー制となっておりますので、ぜひぜひお越しください。はい、はい、ほら、言い切った。もうここ前とかへんかったらな。そう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 、ちょっと先でちょっとずっと伸びたからな。詳しい時間はね、はい、ホームページの方で、はいはいはい、ホームページの方でよろしくお願いします。ご覧ください。はい、では帰ります。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ甘すぎでこっちで帰ろう。はいはいはい、はい、じゃあ高橋さん。はい、はい、こんばんは。シネマコミュニケーター高橋でございます。シネマ2のコーナーでございます。早口になりますね。いや、大丈夫大丈夫、早口並んで大丈夫大丈夫。もう大丈夫、もう大丈夫。大丈夫ですか、大丈夫ですか。はい、はい、今日は急遽ですね、はい、いつかこの人の話をしたかったんですけど、うんうんうん、やっぱりあの衝撃的なニュースが来ましたので、予定を変更しまして、はい、竹内優子さんの作品を、ね、本当にね、僕も大好きな女優さんだった。いつかね、この方の作品紹介しようと思ってたんですけどね、うん、ちょっとまあ追悼という意味でさせていただきますけども、はい、1995年大蔵省の CM でデビューしましたね、うん、そして、ドラマが1996年フジテレビのドラマでデビューしたんで、我々フジテレビのその後のドラマよく出てるということですね、はい、そしてスクリーンはですね、1998年1月31日公開の、実はそうなんです、リンクでデビューしたんですね。意外とね、言われてないのよ、はい、これ、はい、俺びっくりしてね、はい、俺見て竹内優子やと思ったんですよ、これ、はい、ただ、一人目の被害者ですね、そうですそうです、でなるので、あのメインは、松島奈々子さん、ね、そうだったので、だから、ね、一瞬で終わっちゃうの、最初の数分で終わっちゃうの、はい、で、一応31本ぐらいの映画に出てまして、まあ、サイドカーに犬っていう映画で数々の賞を受賞したというところがあります。ただあの、まあ、ちょっとお亡くなりになったんで言いにくいんですけども、もともと私この竹内優子さんを語るときに、我々 C を扱った C、まあまあ確かにそうです、ね、扱った映画が多くて、星願いをでは相手が死んでた、はい、死んで別の人間によみがえる、はい、よみがえりでは自分が死んでいた、で天国の本屋では生まれ変われるの、ね、はい、話なんですね。で、春の雪でも相手がなくなる、でショコラの見た世界でも突然死んでしまう、はい、で僕と妻の177発の物語でも相手がなくなるっていう、あのね、割合死が多い、まあ、確かにそう形なんですけども、はい、今日はその中から2本やっておりますけども、はい、この私劇場で号泣しました今会いに行きますですね、はい、これはだからこれも、まあ、もう実は死んでたという、ね、ことで、ね、逆にセリフの中で今思えば死にたくないとかね、そういうセリフがあるということでございます。で監督は土井信弘監督で、奈良曹操とか花見水木の作品を撮ってて、この10月30日ちょうど罪の声という映画が、うん、あの小栗旬さんと、うん、岡田君ちゃんか、あ、星野源さんのが公開になります。これ10月30日公開なんですけど、実は今会いに来ますも2004年の10月30日に公開されます。そういう繋がりもあってこのタイミングですけども、ね、これはもう本当は見ていただく作品で、 DVD とか配信で見ていただいて、ちょっとツイートの意味を込めていただきたいと思います、はい、そしてもう一本がですね、こちら2007年の9月29日に公開になりました、雪貞久監督のね、沢尻エリカさんの問題の別に実発言がありました、はい、クローズドノートでございますけども、はい、これも結局、沢尻エリカさんが、演じる人が引っ越すために変わってきたところに日記が置いてあって、うん、そのそういうこの形の日記で、本当に日記の形してるんですけど、これパンフレット、はい、で読んでいくうちに、はい、読んでいくうちに、はい、なんかその恋愛を知りたいでみたいな感じでするんですけど、その前は、竹内優子さん、演じた方の彼氏が龍さんなんですね、うん、で沢尻エリカさんと恋の落ちる人が高橋さんなんですね、うん、これ皆さん高橋を字で漢字で書いてください、ね、この高橋と龍の、表裏一体ということが分かるということでございます。はい、それを先に見破ってしまうとこの映画は面白い。言うたかんやもんだ。でも実はこれで、もういいです。もう古い映画ですから。これも実は竹内優子さんは
亡くなってたという映画でございます。はい、生田監督もですね、今年、劇場と9層チーズの夢を見るで頑張っておりますので、それも含めて見ていただきたいと思います。これ伊勢谷、伊勢谷雄介さんも出ております。で、サイコさんも出ます。さっきのサイコさんじゃないですけども、別のサイコさん、別のサイコさん出ておりますので、漢字の方のサイコ、こっちはアルファベットの、はい、こっちはサイコ、カタカナです。カタカナです。カタカナか、他にもいろいろあるんですね。こっちはカタカナでしたけどね。はい、見ていただきたいと思います。実はこのサイコ、私、エキストラで撮影に参加しましたけども、そのシーンはズバッと200人ぐらいみんな消えております。残念でございます。はい、そういう作品でございますので、よろしくお願いします。はい、思います。はい、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 ということでございます。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、はい、はい、ということでエンディングになりました。はい、はい、今日はもう本当ね、このバックにさやこさんが映ってて、はい、なんかいつもとちょっと違う感じの雰囲気なんですけど、はい、はい、あ、そうやね、そうやね、見えてないよね。はい、どうでした、久々にちょっとなんか日本語で喋るのも久々やったんちゃう。怒ってる。ごめん。うん、言うとくけどな、この間あんたものすごい長いこと喋ったんや。それわし三本に切ったんやからね。そう、三本しちゃった。なかなか大変やったよ。はい、はい、まあまあちょっとね、今はいろんな事情もあって時間通りに進行してる感じにしてるんで、はい、失礼いたしました。次回またその分暴れていただければと思うんですけど、はい、まあこっちもね、でも、大阪はなんだかんだ言いながらもう100切って、ちょっと数は抑えられてきてるのかな、ね、みたいな感じではありますけどね。うん、まあまあとはいえ、そこで気を緩めると ね、まあ、ね、また大変なことになりますから、ね。まあ、今日じゃないや、この収録の今日ですけど、ワクチンをね、もう皆さんに、はいはいはい、全員に行き渡り、無料で行き渡りようと、ね、はいはい、言ってたので、その辺で、ね、治っていくというか、そうですね、このワクチンが本当に効くんかなみたいなのはあるんやけど、ね、はい、まあまあ、とにかくね、いいニュースがだんだんと増えていく。行くことを祈ってるという感じでありますけど、はい、はい、でもなんかね、マテリアルも今月はめっちゃなんか目白押しですね、イベントと。そうですね、いろいろちょっとやっていかないと、ね、ね、はい、ね、実写映画と、はい、演劇の方も、ね、演劇の方ね、生でできないので、その、それが辛いっすよね。上映していけばいいかな。うん、うん、まあまあまあ、ぜひぜひこの、カラーズの演劇のね、はい、上映会も皆さんぜひご覧になっていただければなと。はい、僕もスタッフで出てます。スタッフで出てます。顔は出てませんけどスタッフで出てます。はい。みたいな感じなんですけどね。はい、ということで、また来週いきたいと思います。はい、今週はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、さよなら。